はい、皆さんこんにちは、レイです。ヤマハの YZF R3 で走ってきました。これが動画ですね、3本目ですね。1本目では、これでですね、首都高をまったりと走りながらどういうバイクなのかというのをお話ししました。2本目ではですね、全く関係ない話をいっぱいしました。でこれがですね3本目なんですけども、走りの2本でしたのでバイクの形とかが映っていなかったので、今回ここにちょっと置いて、お話ししようかなと思います。R3 はですね、もう一言でやっぱ質感が高い、かっこいい、顔ここまでかっこよくなっちゃった。ここのですね、センターダクトのここの穴が開いているのがですね、ヤマハの MotoGP マシン M1 をですね、意識してこういった形にはなっているんですよね。で後ろに R1 がありますけど、ここら辺の形が大体整ってきた、揃ってきたっていうのが一つブランディング、ヤマハ今一生懸命やってることなんですが、最初 R25 が出てきた時っていうのは、形全然違ったんですけど、僕はその初期の顔の形の R25 を前持ってたんです。未だにそっちもですね、とても好みではあるんですけど、なんかまさか R25 とか R3 っていうここのバイクたちっていうのが R6 や R1 っていうのはもっと価格が超高級帯みたいな、そっちのバイクと本当につながってくるって最初はそんなに想像できなかったんですよね。価格も価格だし、メイドインドネシアだし、全然全くの別物のバイクって思ってたんですけど、その初期ものの R25 でさえ乗ると、あ、これ面白いんだって正直に意外だったんですね。僕はもう入り口で日本製じゃないとか、価格が安いとか、これまでのバイクとは違うなっていう、なんかその違和感のようなものを勝手に決めていたんですけど、素直な気持ちで乗ってみたらシンプルに楽しいので、決めつけをしてた自分がダサかったんだなって、本当にそれはね、素直に反省しました。でこの R3 はですね、正式名称 R3、 R3 って通称みたいな感じで呼んじゃいけない、 R3 はですね、見た目の質感ここまで良くもなったし、でメーターもデジタルものにもなっているし、でトップブリッジもなんか削って穴が開いてるデザインがなんかレーサーのトップブリッジっぽいし、でまたがってる時のタンクの形状というのも高そうだし、もうひたすらにこれなんか価格帯を飛び越えた質感の良さっていうのが出てきましたよね。だって今さ、ここの顔にフォーカス合わせてますけど、結構この立派な顔つきで、この大きさというかこの質感、もうなんかね、安いバイクって言っちゃいけない質感にまで来ましたね。だからこれを乗って楽しめないなんてことはもうないはずだし、なんせこれかっこいいから乗って楽しいかっこいいから乗って楽しい、変なこと言ってるようだけども、バイクってやっぱね、例えば世の中300万円とかするすごいバイクなんかザラに普通にそこら辺いっぱい走ってるし、もっと高いバイクも年間何百台国内で売れてるはずだし、やっぱ高いものっていいはいいんだけど、じゃあ安いものがダメなのかっていうと決してそんなことなくて、最近ね、じゃあスコティさんともね話したりするんだけど、いやバイクって価格じゃねえなみたいな話をするんですよ。じゃあこのバイクが、排気量じゃ250とか300この辺で縛ったとしよう。じゃあもっとスペックアップするために、ホンダでいうなんか SP みたいなグレードでもっと上級機種の R3 があったとするじゃないですか。じゃあサスペンションがもっとすごい派手なものついてきて、ブレーキも派手なものになって、ホイールも派手なものになって、外装カーボンになって、いるそれっていう。でそういうのがあったら面白いから、それはそれで乗ってみたいけど、 MT10SP とか MT09SP 的なやつとか、ホンダで RRR みたいな、じゃあ YZF R3R みたいなあったら乗りたいけど、別にそういうのってなくても楽しいんですよね。なくても自分が考える、僕はその走り好き、ライテク好きなところがあるので、こう走らせていくな、じゃあこうやってこうなって次こうして、であのラインを、自分の描いてる理想のこの目的のラインをって、いうことをやるときも、このスペックで十分にそれができてて楽しいんですね。であとはその派手なパーツでじゃあどこで生きてくるかっていうと、じゃあそれを時速50キロ60キロで楽しみたいのか、250キロ260キロで楽しみたいのかっていうぐらいの違いでしかなくて、だから僕がたまたまここで遊ぶのが好きっていうエリア、例えば一つが街乗りやしとこう、でその反対側にいるこっちっていうのが、じゃあ例えばツインリンクモテギとか、じゃあ後ろにいるこの R1 っていうのはツインリンクモテギとかを走ると超楽しいように作ってあるけど、じゃあ普段僕が生活しているここの町とか首都高っていう県内だと、どっちかっていうとこの R3 の方が楽しいですね。
でそこにはこの気軽さの差っていうのももちろんあって、これちょっとこじつけみたいな話にはなりますけど、こっちはタイヤウォーマーとかいらないし、あの普通にあのサイドスタンドついてるんで自立してくれるし、ところが後ろのあっちの R1 はですね、あっちはもうそのスタンドも何もないから、もう運用すんごい大変なんですよ。めんどくさいんですね、あっち。だけどそのめんどくささを乗り越えた面白さっていうのはそこにはあるんだけど、日々の足としてはあの絶対共には生活したくなくて、毎日乗れるスーパーバイク R3 ってやっぱり、ね、その辺がねむちゃくちゃ優秀なんですよ。じゃあちょっと顔周りはいいんで、ちょっと横側カメラ動かします。さあ車体の横側に来ましたけど、ここのカウルのこの複雑な切り返しとか、ここなんかそのダクトの形状になってるとか、なんかちょっとしたウィングついてるとか、このなんか立体的に何層にもわたってなんかこのカウルをまとってるようなこのデザイン、すごくないですか。これめちゃくちゃかっこいいと思うんですよね。まあ、これがもっとその完全にペラッとつるっと一枚になると、例えばパニガーレみたいなイタリアンな感じになるのかもしれないけど、まあなんか日本が作るやっぱガンダムチックなというか、その兵器的なというかみたいな、この構造になっててすごい複雑な作りしてますよね。これ一枚でつるんと作っちゃったら単純にもっとコストも安かったと思うんですよね。だから作り込みをまあせざるを得なくなったっていうのもあると思うんですよね。 R25 があって R3 があって、まあモデルチェンジをしてこうもなってきてるし、ライバルメーカーも強いのいっぱいいるし、だから前その250って最初メーカーも市場を温めるために、まずはそのアジア市場、日本じゃなくてアジア市場の発展途上国とかも含めたアジア市場も全部含めて市場の再教育、再なんていうんだろうな、教育というかもう一回熱を入れる必要があるから、バイクを知らない人たちも多いし、そんな人たちのためにもバイクを買いやすくするために価格もスペックもギュッと圧縮しなきゃいけなかったところから、もう十分にアジア温まりましたね。じゃあだんだんとバイクっぽくしていきましょうか。なんせその上には600とか1000とかすごいバイクいっぱいいるから、ちょっとここね1個レベルアップしていきましょうかっていうタイミングに今入ったんじゃないですかね。だから出た当初の R3 と今のこの R3 っていうのはもういろいろとレベル変わりましたよね。例えばフロントフォークが成立から倒立になったっていうのも、倒立っていうのはかっこいいんだぞ、倒立の世界にはこの先いろんなものが待ってるんだぞっていうのを市場にメーカーとしては教えていきたいわけですよね。なぜならその上にある R6 とか R1 とか CBR の1000、RRR みたいなものとかもその凄さを教えていきたいから、だんだんそっち方向にお客さんの意識を向けていくためにも、バイクにはスペックで考えるっていう世界もあるんだぜっていうことをだんだんと伝えていきたいんじゃないですかね。それでバイクをかっこよくしていく、バイクのスペックを上げていく、だんだんとそっちにそのレベルアップしてきたユーザーをこう引き込んでいくみたいな、そういったことをするフェーズに250も入ったんじゃないですかね。だからここの価格帯のバイクがむちゃくちゃしっかりと売れてくれればですよ。あ、スコッティさんが CBR と、RR できた。これがレベルアップするとですよ、次のじゃあ600ももっとレベルアップさせるだけの余力も出てくるし、そこがしっかり売れればその上の 1000cc ももっとレベルアップするだけの余地も売れて、あの余地じゃない、余裕も出てくるし、メーカーが儲かることで次のクラスのバイクがもっとしっかり作れるようになるから、バイクってやっぱ売れなきゃいいバイクって作れないんですよね。だここのバイクってねむちゃくちゃ売れてるクラスだから、これまだまだどん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 盛り上がっていくと思うんですよね。うん、スコッティさんが来たからスコッティさんを無理やり出演してもらおう。ちょっと待って、スコッティさんおはようございます。おはようございます。いやちょっと今リモートワーク中のスコッティさん。あ、どうも。貴重ですよ。ここで一人映ってるのは貴重。結構使えますね。久しぶりだね。久しぶり。暑かったでしょ今日。今日暑いよ。俺もさ暑くてさ、メッシュジャケットついに投入しちゃった。でも寒くない？メッシュだと。いや昼間は平気か。すげえちょうどよかったの。どうしようかなと思って。もうちょっとあのね夕方多分やばい。日中だからよかった。そうだよね。今日はね。暑い。ハーハーしてる。疲れた。でね、スコッティさんで、ね、今ね、これでね、遊んできたの。ああ、乗ったの、乗ったので、戻ってきて、うん、その走ってるとそら、バイクの側が全然見えないから、うんうん、ここに置いて、うん、この今、サイドパネルを見てるんだけど、うん、このバイクさ、うん、ちょっとかっこよく作りすぎてない？値段から考えると。そう思う。完成度すごい高いと思う。完成度高いよね。これ、なんぼ？ How much？ 覚えてない。覚えてないけど、R25 を買った時で、うん、ディーラーで乗り出して、確かね、60万も払ったかな？払ってないんじゃないかな。そんなにいかないぐらいで、多分、ね。で、R3 で価格差多分ほぼないじゃん。うん、確か、うん。で、だから、ね、でもさ、まだ100万はしないわけじゃん。うん、どうやっても。うん、で、MT-07 で、乗り出し価格じゃ車体価格だけで70万、うん、MT-09 で80万、90万、そのあたりだと思うの。だからこれで多分60万、70万だと思う。70もいかないよね、きっとね。乗り出しで60ちょっとぐらいかな。80万か90万ぐらい出してもよくない？詳しくは値段はここに入れて、僕が編集してここに入れますので。ありがとうございます。
うん、いいと思いますよ。これ僕も乗ってちょっと動画撮ってるんですけど、うんうんうん、今ほらバイク部の方でモテたやってらっしゃるじゃないですか。あれ CBR でしょ、250。いいよって。何？ずるい。やりたい。絶対楽しいもん。そうなの、そうなの。これさすがに今ね、普通に今も 1000cc 乗ってきてるけど、うん、あれでごっこっていうのはハードルが結構高いと思うんですよ。いやね、こういうね、気まずい世界入っちゃうから。そうそう、1秒何万円失っていくんだろうみたいな、うん、これはね、それほどのなんていうの、心配もなくというか、うんうんうん、あそこまでのスリルっていう言い方はいけないな、危険性もなく、そうね、ちょうどよくさっきとでも遊べる大きさだったんです、僕乗ったら。あー、なるほどね、なるほど、ね、うん、それがやりたい、できるって思えたっていう、そのなんか優しさもあるよね。うんうんうん、最初に乗るバイクとしてはちょうどいい SS だなとは思ったよ。うん、でもまあ僕の場合大きいのからちっちゃいのに来てるので、うん、まあ、あー、もう気持ちいいって思うかもしれないけど、最初にこれ乗ったら大きいと思うのかもしれないしね。でもね、それぞれあると思う。そうだよね、初心者から来てもいいし、クロートから来てもいいし、うん、でもいずれにしても今多分万人が広くポンと買って面白いのって、うん、この価格帯、この排気量帯でいうとこのバイクドンピシャでいいんじゃないかな。これの25もあるじゃない。そうするともうちょっと物足りなくなるのかしら。物足りなくはないと思うんだけど、そこの差ってさ、そんなないよね。昔で言うと今250と400があって、25と0333っていうのはなんで価格、そのあれか、アジア狙ってるとかそういう感じなのかな。今まさにその話をしてたんだけど、さすが、そういうことだよね。さすが、伊達に金髪じゃない。やっぱりサイヤ人の髪型してない。だって通常今までの昭和の人間の考え方でいうと、これ400になるわけで、400をぶっ飛ばして 300cc になるわけじゃん、はい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 、それを出してきてるっていうのはダメですよ、日本人の方、日本のバイク乗らないとね、そうなんだ、ダメだよ、ドゥカティとか乗ってちゃいいバイク、いいバイクだけどね。ドゥカティパリパリ欲しい、パリパリ言いたいって言ってるのに。ヤマハとかホンダとか本当に日本国内にいいバイクあるんで、まあ川崎も鈴木もね、そういうのなんか、日本人じゃなくて南アジアとか、うん、あっちの方の人が好きで乗っていただいてるっていうのがなんか皮肉ですね。バイク文化がこれから始まる国だけに、多分日本の成熟市場よりももっとピュアな気持ちでバイク見てるから、純粋に楽しんでんだよね、今あるもの、うん、ある程度出来上がっちゃってんだね。で別にね、アジアの他の国行っても、ごく一部の超富裕層だけど、 R6R1 とか CBR1000 とか、うん、で普通に全然ゴロゴロいるし、うん、ただなんかこれを色眼鏡で見ちゃうともったいないよね。だってさ、これさ、じゃあいくら出すよってブラインドテストで値段知らずに選んだら、うんうん、この質感ベースだったら80万90万いけると全然思うんだよね。なんかこれなんて R3 か、 R1R6 のこうなんていうの、廉価版のイメージでは全くないよね。本当にこれはこれとして完成されている気がした。今ね、首都高まったり走ってきたんだけど、うん、R1 よりもまったり走るなら R3 の方が楽しかったなって話をね、ちょうどしてた。そうなの、絶対楽しい。街乗りなんちゃってなんていうのはこれぐらいがちょうどいいんだと思うよ。そうね、実はね、うん、MT-03 をさ、おいおい、ついこの間乗ってたじゃん。おい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 、ここ最近いろいろ借りてきて乗ってるバイクの中で、うん、勇気とポロッと話してたの、うん、俺リアルにこれ買おうかなってちょっと思ったの、 MT-03。あれ気持ちよかったね。気持ちよかった。でもね、うん、ちょうど良さと、うん、ああ今この楽しさ、今の生活にちょうどいいっていう、その生活圏というか行動圏がどれぐらいの範囲なのかによって、こう排気量って出てくるんじゃないかなと思うんですよね。だから毎週600キロ700キロ走るんだったらトレーサーとか、うん、ちょっともうちょっと排気量欲しいとかなってくるけど、今の例えばじゃあリモートワークしてるスコーティー出ちゃいけないですから、県は。そうそうそう。そうするとね、1000cc いらないですよ。そうなんだよね。だから 1000cc は今ね、オブジェとしてはね、最高。そうね、オブジェ見た感じのこう、様式美は絶対あると思うんで、転がして楽しいのね、これ、うん、気持ちいい、楽しい。これさ、ヤマハ珍しい感じの色じゃないですか。まああるけど、シルバーと赤と黒って、うん、これまたなんかちょっといいよね。黒とか青とかが多いじゃん。あー、確かに確かに。この色を受け取った時に
あ、面白いなと思って。これさ、なんだろう、メルセデスのレースカーのシルバーローンみたいなさ、うん、そう、ちょっと渋い感じがいいよね。シルバーの質感がちょっとこうマットシルバーというか、いいよね。いいと思いますよ。あの今高い質感の話をしてて大変申し訳ないんですけど、子供の頃にミニ四駆作る時にこの色のマットシルバーのペンでよく塗ってた。マットシルバーが好きで。ミニ四駆の話しちゃうの？ごめんね。いやいや。あのね、マットシルバー好きなの、なんか水銀っぽくて。うん。これ本当あの乗る機会があれば。あのちょっと長い時間乗っていただきたいバイクじゃないですか。そうです、ね、レンタルとかでも構わない。そうね、そうだね、そうだね。市場で10分とかじゃなくて本当に染みてくるね、これ。そう、1日、まあ24時間借りても乗るの8時間ぐらいだと思う。8時間も乗れば十分じゃん。十分だね、乗りすぎだね。そう、1日朝起きて8時間借りてその日のうちに返せば、多分そんなにこのクラスだとお値段いかないと思うんで。そうだね、まず乗っていただくと本当にこれの良さが分かるかな。大きいの乗ってる人もちっちゃいの乗ってる人も。今ヤマハのメーカー主導のレンタルバイクもあるから、いい状態のレンタルバイク乗れるし、ね、ああそうですね、できればそういうところの方がいいかな、うん、これかっこいいですよ、かっこいいです。さあというわけで、YZF R3 ですね、ですこれが動画3本目でございます。久しぶりに来たんでいっぱい喋っちゃって今スイッチ入っちゃってる、いっぱい喋っちゃって嬉しくて喋っちゃってる、まあ、ということでここまでが3本でしたので、まあ、こんなバイクです。よかったらですね、今まさにスコッティさん言ったようにですね、その乗ってみて時間かけてみてじわじわいいとこいっぱい染み出てくると思うので、なんかそれを噛み締めるように乗ってもらえるとこのバイクのいいとこ出てくると思う。初心者だけじゃなくて本当クロートな皆さんも面白いと思いました。そんなわけでヤマハの YZF R3 をご紹介しました。またお会いしましょう。以上、レイとスコッティです。さよなら。